アーロン・ダニエル・ブレアーは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の、プロ野球選手、ウト右ミギサンフランシスコ・ジャイアンツ参加所属。2010年の MLB ドラフト21巡目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、契約せずに、マーシャル大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト1巡目追保で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。 この年は、参加の A-9、ヒルズボロホップスでプロデビューし、A 級、サウスベンドシルバーホークスと2球団合計で11試合に、先発登板して1勝3敗、防御率3.1441奪三振の成績を残した。2014年は、A 級、サウスベンド、A 級バイセイリアローハイド、AA 級、モービルベイベアーズでプレーし、 3球団合計で27試合に先発登板して9勝5敗、防御率3.5671奪三振の成績を残した。2015年は A 級、モービル、トリプル A 級リの A シズでプレーし、7月にはカナダのイジャックスで行われた第17回パンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出されている。 この年は2球団合計で26試合に登板して13勝5敗、防御率2.92120奪三振の成績を残した。2015年12月9日にシェルビー・ミラー、ゲイブ・スパイアートのトレードで、ダンズ・ビー、スワンソン、エンダー・インシアーテと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2016年の開幕は、三加のトリプル A 級、グーインネット・ブレーブスで迎え、 4月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のニューヨークメッツ戦で先発してメジャーデビュー。この年は15試合に先発登板したが、ほぼ1試合に1本のペースとなる14被弾し、防御率7.592勝7敗、ホイップ1.66と打ち込まれた。なお、 マイナーでは13試合に先発登板し、防御率4.655勝4敗という今一の成績だったが、脱三振率は8.9と高かった。2018年5月31日に自由契約となった。2020年2月12日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだが、新型コロナウイルスの感染拡大により、マイナーリーグが実施されなかったため、 公式戦に出場することなく5月22日にリリースされた。その後は一時的に結成された独立リーグコンステレーションエナジーリーグのイースタンレーエスデルティグレでプレーした。2021年5月28日に独立リーグアトランティックリーグのウェストバージニアパワーと契約した。7月20日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。